はい、短期決戦です。10月24日7時17分です。第946回ミニロトの結果を発表していきたいと思います。ちょっと待ってね。よし、ミニロト、よし、2017年10月の24日、946回ミニロト結果、すごいなこれ。一等9口、一等9口1500万、二等43口23万、三等1048口1481口11800円、四等42947千円。これ難しいな。あら、5、14、24、28、29、まず5はね、5、14、14、あー14ね、14、14、14、14、あー14入れてないか、24、25にしちゃったからね。あ、24、24、28、24、おお、おお、14、24、28で、おお、3個1で1000円、これ1000円だ。惜しいな、惜しいな。でもね、28、29ってやれないよね。28、29とはやれないよね。これ20で、これ29だったら、いくら？ 20 万か。ボーナス数字で20万か。それで20万か。結構近づいている。買ってないからね。買ってないからって言っちゃうとそれまでだ。買ってないからね。こんなもんか。1000円だな。
結論のところが来てんだね。これは難しいよ。このね、29が難しい。しかも俺んちのとこ来てないしね。28で 5が2個、15が25だから来てるから5でね。14はもう何回も使ってるかね。14は前回使ってるだけだ。14ってね、使ってんだ。ウトシックスで14いっぱい使ってる。ミニルト使ってなかったもんね、14ね。ミニルト使ってなかったんだね。でも14前回出てるからね。14、24、5。5は前々回か。514は前回。14で24で、28はもう何回も使ってるから出てくるんじゃないの。28の隣で29連続。20はどっから来たかって話だけど、まあ21の隣なんだろう。6回中3回28だからさ、10で20ってのはどう？20最近来てなかったからね。あ、20次回出るかもしれないよ。20もう1回ミロと20もう1回出ないこともあるからな。20はまたボーナス数字かもしれないし、20と10とね、良さげでこれだからな。これ買おうと思ったんだけどな。これかよ。あ、5ここにあるんだよ。5ね。24だったか。25か24なんだよ。あの最近出る傾向としてさ。20ね、まあ、20はいいとしてさ、まあ、これ欲しいな。もうちょっとこうパタッと当たってほしいね。ピタッとね。パタッとだね。ピタッと当たってほしいわ。5、14、24、28、29。5ってどこから、あ、前々回が5なのか。5、15って、あ、これでね、これでね、あ、次回10かもしんないな。もう一
10回20ボーナス数字の可能性もあるし、10と20注意だね。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。